巨額な費用を投じて海外から買い入れた先端兵器。今この瞬間にも天と地そして海で与えられた任務を遂行しています。最先端技術で製作されていても部品の故障がないはずがないでしょう。ところが予備部品が不足して修理が遅れたり、任務遂行に支障が出ればどうなるでしょうか？実際にそんなことが現場で広がっています。果たして我が軍はどのように対応しているのか、ニュースプラスが調べてみます。韓国空軍の主力戦闘機 F-15kg です。1機あたり1億ドル、約1000億ウォン超える費用を払って輸入し60機が運用されています。20万、この部品が入った先端兵器だがレーダーや敵味方識別装置など電子装備には予想もできない故障が起きます。問題はここからです。革新部品は余裕分があまりなく、アメリカ本土のメーカーに送って修理するのは時間がとてもかかります。そのため第3の整備方法、同類転用が出てきます。同類転用は整備中である機体で正常に作動する部品を取り出して、他の機体に装着する整備方法です。過去4年間、空軍が同類転用した部品の中で半分近くが F-15kg に集中していました。定期整備のために稼働できない10機の F-15kg の一部部品を、残りの50機で予期しない故障が発生した部品と交換する同類転用を毎年100件近く、1機あたり 1.6 回の同類転用が行われたと空軍は説明しました。新自主国防ネットワーク代表、F-15kg 派生産終了直前のモデルを導入したので、この状況はすでに予想されたことであって、戦争時に作戦を遂行できない場合あると憂慮されます。主力戦闘機で同類転用が発生して戦地から空白が憂慮されるこのような問題は数年前から指摘されてきました。キム・ギンハンなら等、2010年国勢監査、最新の F-15kg 戦闘機の予備エンジンが一つもなく、すでに同類転用をしていると考えれば本当にめまいがします。部品不足問題は他の先端兵器でも同じことです。我が軍が4機保有している空中早期警報機、ピースアイ、を見てみましょう。適正なタイミングで、味方戦闘機を指揮統制するピースアイは空中の戦闘指揮司令部と呼ばれます。ところが導入から4年経った現在、25種類の部品が生産中止になっています。2018年まではボーイング社と代替部品供給などのための技術支援事業契約が締結されていますが、それ以降はまだ対策がない状況です。空軍もこのような現実を認めています。その一方で制限された予算で作戦任務に支障をきたさないためには部品を回して整備、同類転用は仕方ないと釈明しています。保守部品を 100% 確保するには部品調達予算はもちろん、人材と施設をさらに補強しなければならないので予算が急増するという話です。空軍本部軍需参謀部一次長、適正稼働率維持のために予算を獲得をして獲得された予算を効率的に使うためにこのように同類転用をしているんです。一方では米軍の F-15 よりも、私たちの空軍 F-15kg の稼働率が高いとし、最大限努力中だと説明します。しかし不足した予算のせいにする前に、兵器導入計画を立てた段階で生産中止が予想される部品が何なのか？戦地から空白期間なしでどのように部品を調達するのか？輸出国に緻密な対策を要求しなければならないという指摘です。ヤン国防安保フォーラム研究員、機種を選定して購入するときに、このような不足分を予想をして維持運用国と共同購入する法案をあらかじめ用意しておかなければならない。また、生産中止が予想される革新部品は必ず技術移転契約を推進して、国内生産に変える方法を積極導入しなければならないと専門家たちは助言します。ここまで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。